そう、今日はポニーテールにしてみました。どうですか？意外と今日ポニーテール多いっていうことに気づいて焦ってる。ちゃんと見つけてくださいね。今日はね、雨なのですごく天気があまり良くないんですけど、チーム N 夢中ライブ公演で楽しんでいきましょう。やばい、無言になってる。ね、雨ですよね。あー、桜が雨でほぼダメになりそう。確かにね、全部散っちゃわないことを願ってね。悲しいね、散っちゃったら。なんか儚いですね、桜って。劇場前で公演待ってますを入ってくれるっていうことですね。ありがとうございます。待ってます。遅れ毛かわいい、そう、作ってみました。これ産毛ほどの遅れ毛ほぼないんですけど、なんか公演頻回にやってるからちょっと話すことないな。あれ、なんか最近めっちゃこのコメントがよく見ることがあるので答えておきますね。本当に本当に多くて困ってる、自分も困ってるコメントなんですけど、このグラビアやらないんですかっていうのめっちゃ来るんですよ最近。なんだろうな、結構前に話したんですけど、私断ったのでグラビアやらないです。やらないですよって言ったよ。そうな、めっちゃ来るんですよね。私断ってるのでやりませんよ。ね、期待されてる方にはちょっと申し訳ないんですけど、やらないって言いました。断ったからやりません。割と前に言ったんですよね。話来たの去年のちょうどコンサートぐらいだったので、断ったよってのも配信で言いました。なのでやりません。今後やることもございません。以上。グラビアは他のメンバーに任せます。今日めっちゃ
ポニーテールで顔が上がってる、顔が上がってるからめっちゃなんか目がつってますね、ビヨーンってしてる。こんな感じ。朝起きて学校ない感覚は慣れましたか？慣れましたよ。でもね、まだ習慣づいててね、早めに起きちゃう。でもそっから二度寝ができるっていうことができるからめっちゃ楽。毎日二度寝してますね。なんか10分ごとぐらいにアラームかけてるから、そのアラームかける前にも起きちゃってるんですけど、最近は特に寝坊をすることがなくなり良いことです。よくないアラームのかけ方って、よくないですか？よくないのか、よくないの。寝るのがめっちゃ遅いから、自分昨日もなんだかんだ DMM とか見てたら3時になってました。そう、寝るのがすごく遅くて、だって私が昨日お風呂入ったのが12時過ぎだったので、いやそれまで何してんねんって感じなんですけど、12時にお風呂入りで、結構1時間ぐらい私はその髪洗ったりプラスお風呂に浸かったりしたら1時間ぐらいしちゃうから、上がって DMM って大体1時間半くらいあるから30分くらい寝る用意して、明日の用意とかして、でお布団の中に入り DMM 見てましたね。髪の毛乾かすのはね、時間かからないんですよ、毛が細いから。全然かからないです、10分もかからないかも。1時間半ってことは MC も見るんや。もちろん MC 見ますよ。生誕だったからちょっと長かったのかな。生誕祭のちょっとところはちょっと飛ばしちゃったけど、生誕祭の部分はちょっと飛ばしちゃったけど、基本的に全部見ますね。というのも最近あんまり見れてなくて、その DMM もだから見ないといけないなっていうのがあって、ダンの曲紹介のプーを止めるところ好き。そう、昨日ねみえちゃんが曲紹介の時にダンって言い忘れちゃったから、ダメダメって止めてたところですよね。かわいいね。お、思いっきりコールさせていただきます、ありがとうございます。待ってますよ、雨を吹き飛ばすくらいのたくさんのコールお待ちしてます。そうで、追加曲が正義の味方じゃないヒーローになりました。イエーイ。皆さんどうですか、予想できてましたか。かなり盛り上がれる曲なので
たくさんコールもしやすくていいんじゃないかなと思いますので、たくさんコールお待ちしてます。メンバー同士のアイコンタクトも多くてわちゃわちゃしてる雰囲気を楽しんでいただけたらなと思います。ね、Nプライド公演めっちゃ思い出しますよね。私も懐かしい。あの頃のオリメンが N の中だとゆうみさんと私とはるちゃんしかいないので、なんか減っちゃったなーって悲しくなりつつも、でもなんかエモさ感じて勝手にエモくなってます。今日あの推しがね入るっていう人が多くて嬉しい。たくさんコール待ってます。圧はかけてません。楽しみ、ありがとうございます。こんにちは、こんにちは。今日はメイク遅めだったからちょっとショールームが遅めですが、この後バタバタしながら用意したいと思います。あ、なので今日もちょっと直帰しの15分にはなるんですが、最後まで見ていただけたらと思います。でももうちょっとなのかなと。お、あのコールはライブまで我慢してますのって、ありがとうございます。ライブで聞かせてください。ライブで聞けたらなんか泣きそうですね。なんかライブでコールって何年ぶりなんだろうっていうぐらいだし、なんかね嬉しいですね。まあ、でもあれか、選抜コン以来か。なんか今日めっちゃ目離れてない？めっちゃ離れて見える。今日はね雨だし湿気があるし暑いし、なんかジメジメベタベタ、まあ、湿気があるからポニーテールにしました。なんか前一昨日の公演か、髪の毛下ろしてたらすっごい暑くて、だからこれは髪あげないとやばいかもって思って、今日はあげることを宣言して、もう今日はポニーテールするってもう昨日の夜から決めてたので今日はポニーテールにしました。そしたらポニーテールがなんと他にもたくさんいてびっくりです。なんかね人とね髪型かぶることがあるんです、多いんですよね。意思疎通できてるのかな。みんな同じ考え、今日ね髪型上げてる子多いかもです。暑いんですよねやっぱり、もう汗を皆さんに飛ばす勢いで頑張りたいと思います。飛んできても嫌がらないでね。嫌がらないでください。あ、15分経ったね。ということですぐにはなりますがランキングを読んで終わりたいと思います。ごめんね短くていつも。では13位からいきます。13位かたやんさん、ありがとうございます。おっと12位が
ちょっと英語の方ですね。とトーマスさんかな。トーマス。わかんないけど、ありがとうございます。すみません読めなくて。11位がりょうさん、ありがとうございます。で10位がてっちゃん、ありがとうございます。9位がおーちゃま、ありがとうございます。1位がまさちゃん、ありがとうございます。7位があやのがちこいそうさん、ありがとうございます。6位がなぐのんさん、ありがとうございます。5位が終わりなき旅さん、ありがとうございます。4位が野原しんのすけのすけさん、ありがとうございます。3位がちにのらさん、ありがとうございます。2位がじょうさん、ありがとうございます。そして1位がてつやさん、ありがとうございます。はい。短い時間で終わりましたが、見てくださってありがとうございました。私は18時半からの公演に向けて準備に行ってまいる。ではありがとうございました。公演見てください。たくさんコールもお待ちしてます。バイバーイ、ありがとうございました。バイバーイ。